そう、吉田麻也 J2 や J3 の環境がものすごく悪い。じゃあ J2J3 はやめよう。J2 や J3 じゃ女子の方がまだマシだな。これからはダゾーンだって言いながら J3 放送は切り捨てなんだっけ。そうなるしかないだろうな。B 契約 C 契約があるからお金のないクラブも存続できるんだよ。給料が低いのは儲かってないからで、何をさておき儲かる仕組みを考えるのが先決だろうに。なぜ J リーガーの線引きや切り捨てから入るのか。古橋みたいに這い上がるしかないだろ。パパとママは絶対反対するわ。もっと税金よこせって。自分たちの組織は間違ってないか。J1 だけで20チームくらいにしたらいいよ。その代わり A 契約のみで1チーム30、35人までに枠を増やすとかで。まあ永遠の10位前後というチームがあるのがいいのかどうかと考えるということなんよね。 J2 はまだしも J3 でプロを名乗ることに無理があるから、それはもうアマチュアにして変な夢見るのやめようという土星論。今より客寄せできなきゃスポンサーもつかないし、選手の報酬も出せないよ。もしよければチャンネル登録お願いします。